してるんですけれども、こういう、まあ、インターネットで見るとこういう紹介されています。第三世代美術館宣言書いてありますね。これが全体図みたいな感じなんですね。でここにですね、この作品を作ったのが宮脇愛子さんですね。これが女性の作家ですね。でこれは建築家の磯崎新さんですね。磯崎新さんっていうのは海外でも美術館をいっぱい作ってますから、この人は相当おしゃれな建物を作ることができる人なんですね。で、第三世代って何を言ってるかというんですけども、これはですね、第一世代の美術館っていうのは、ルーブル美術館のように、もともとあった宝物、美術品を入れましょう。その入れるための器を作りましょう。それで美術館を作るのが第一世代だって呼んでます。第2世代っていうものは、だいぶ前にお話ししました、箱物を作りましょう、ね。建物を作ったから、じゃあ何か入れる作品を買いましょう。というのが第2世代です。第3世代って言ってるのは、建物、美術館と中に入れる作品を同時に作りましょう。そういうことが第3世代と呼んでるわけですね、この人たちがね。で、3つの作品を収蔵するこの美術館を作ったんです。それが、まあ、売りなんですね。一応ですね、建物のコンセプトは、ここに空き缶みたいなものですね。これが太陽の部分になります。で、小さなものが見えますけどね。これは南北のラインに置いてあるということで、太陽が名付けられています。これが久し、わけのわけ、このわけのわけの久しって言われた月って言われます。これはですね、中秋の名月のラインにここを設置したんだということですね。第一が、まあ、ここにある。あと、図書館、調律図書館、レストラン、これあたりが一体化した美術館として作られました。まあ、住民に聞いてみるとですね、行ったことないよという人が結構いるし、行ったけど、まあ、なかったよという人が、まあ、文化の、価値というか意味というものはなかなか難しいものがありますから、一概には言えないわけです。まあ、でも、ここはですね、とりあえず作品についてね、ちょっと説明をしておいた方がいいかな。今日の中身につなげていきたいと思っていますけれども、奈義美術館にはですね、作品が3つしかないわけですけれども、いずれも分かりにくい作品だと思います。で、全部が同じように分かりにくいというわけではないと思います。VTR にもありましたけれども、ですね、太陽はなんとなく分かる、これは分かるよと言ってました。第1はね、分からん。で、月に至ってはですね、これはって言って、一番分かりにくいということを言ってましたね。で、皆さんも多分同様に感じたと思うんですよ。太陽が、この右側の太陽が一番分かりやすくて、月が一番分かりにくいと思います。で、それはなぜなんでしょう。これね、太陽の方は、おそらく多くの人が龍安寺、京都の龍安寺の石庭の連想が起こると思うんですね。それからですね、月はですね、この形っていうものはおそらく皆さんが今まで一度もこれまでに見たことがない形だと思うわけですよ。だから見たことがない形についてはとりわけわからんというイメージが出てくると思いますね。人間にとってわかるとかわかりやすいっていうのは自分の体験や記憶とその物体との距離、現象との距離にあると思いますから、そういう面で分かる分からないということが出てくると思います。この月っていう形はですね、明らかに多くの人間にとってこれまで見たことがない異質の物体なんですね。で、これは一体何かっていうことをですね、簡単に紹介したいと思うんですけれども、皆さんソフトクリームってありますよね。こうクリクリってなってるんです。舐めるとね、甘いですけど、舐めると溶けちゃいますよね。すぐ溶けて、あるいは形が変わっちゃいますけど、ってやるとヒュッとこう変わっちゃったりするわけですね。で、ソフトクリームのとろけた現象っていうのは皆さんイメージできると思うわけですけれども、この月という作品も実はそれと同じ方法で作られているわけです。ですね、水で溶いた石膏、石膏ってわかりますね。水で溶いた石膏を机のですね、端っこのところにとろりと垂らすんですよ。
そうするとね、机の端っこからプロプロプロと流れ落ちようとする。机の端っこから石膏の塊がプロプロプロと流れ落ちようとする。石膏っていう物体は3分から5分で固まろうとしてしまいますから、少しその垂れた状態で固まってしまうわけですね。で、その状態をブロンズに置き換えたものがこの作品なわけです。だから下の方が平らでしょ。この部分がですね、スパーッと平らになってるね。これはテーブルの面なんですよ。テーブルの面の端っこからトロッと垂れた状態で固まっちゃってる。これ私たちに撮ったものなんですね。で、皆さんもですね、ソフトクリームが舌で舐めるたびにね、形が変わっていっちゃうっていうのは面白いと思うでしょ。月の作者の、ね、関心もそこにあったんじゃないのかなって思うわけですね。で、この作家はですね、この方法で偶然できる形を利用した作品をいっぱい作っているわけなんですよ。で、そんな説明を聞いた後だったらどうでしょうかっていうですね。この下の月の作者っていうのは、とろりとした液体が垂れる形の面白さを固定しただけなんですよ。で、どうでしょう、月は分かりにくいですか。むしろ太陽よりもシンプルな発想っていうことが言えると思いますね。分かりやすさ、分かりにくさっていうことの理由には、太陽の方がですね、こちらの方が具象的、具体的な感じがするのに対して、この2つ、月や大地っていうのはですね、抽象的な感じがするからじゃないのかなと思います。つまり抽象的であることイコール分かりにくいっていうイメージがあるんじゃないかなっていうことなんですね。